準備は OK でしょうか。まもなくスタート選手ゴールラインたどり着くぜ。
本日の MVP 豊岡大王平選手、今の気持ちをお願いします。非常に気持ちいいですね。先ほどのインタビューでもありましたが、一種独特の空気感というのは、やっぱり選手も感じるところがあったと思いますが、実際プレー前に思っていたこと、どういったものがあったでしょう。そうですね、開幕というものはこれだけやっぱり、皆さん試合が見たくてうずうずしていると思うので、こういうふうになるのは当たり前かなという中で、そのプレッシャーの中で、しっかり勝ちを収めるというところが難しくて、それを今日達成できたというのが気持ちいいなという気持ちです。みんな気持ちいい、同じところだと思います。さあ、初めの第一の一歩、試合をスタートとなりました。たくさんのサポーターが集まってくれました。豊田洋平選手からメッセージ、一言お願いしたいと思います。去年はあまりいい成績を伸ばせなかったんですけど、九州中とは言わないですけど、何か所か、パワースポットを回ってきましたけど、自分の中でやっぱベアスタが一番のパワースポットかな。心の準備とありがとうございます。じゃあその礼と一番中でっかいエールでお礼を交わせ、本日の MVP はこの子の名前である小川の洋平。ステージ開幕戦、サイエンスプレゼンツバトル九州サルトスタヤビスファン福岡、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。さあ、次のゲームは来月12日土曜日、J1 ファーストステージ第3節バンホーレ甲府戦、キックオフは夕方4時となっております。ぜひ次のホームゲームも足を運んでください。